どうもこんにちは、平井弘明です。グリップが近いです。今回はですね、そうなんです、パターのグリップについて喋るだけ喋っていきたいんです。グリップって言ってもグリップの握り方だったり強さ、あとはクロスハンドとかいろいろあると思うんですよ。クローグリップとかあると思うんですけども、何がいいんですかね。平井弘明のワンナップゴルフ。僕はちなみに順手なんですよ。普通に左が上で右が下っていうんですか、それで構えるんですよ。これが一番いいかなと思います。あとはパターの今極太グリップとか、あとタイガーウッズなんか使ってる細いグリップなんかいろいろあると思うんですけども、グリップの太さによっても握り方ってもちろん変わってきます。指でフィンガーで握る人もいれば、こうやってこうパームでこう手のひらでこうやって握る人もいるし、いろいろあると思うんですけども、ちなみに順手からお話しさせていただきますね。普通のグリップのこのアイアンと一緒の関係ですよね。右が下に来る。このグリップの場合は結構多いのが、グリップエンドをちょっとこうやって握る方が結構多いんですよ。こうやってパターのグリップって、もちろんここで握る人もいれば、いろいろそれは好みです。どこで握ってもいいんです。でしっかり握っていただいて、ちょっとご質問させてもらっていいですかね。皆さんパターのグリップの握力ってどれぐらいで握ってますかね。10段階で言ったら多分いろいろあると思うんですよ。 2,3 で握る人もいれば 7,8 ぐらいで握る方もいると思うんです。僕は7ぐらい 7.5 それぐらいで握るんですけど、これ何が重要かっていうと、パターの使ってる重さ、もっと詳しく言えばヘッドバランスがどれぐらい重いか軽いかで、グリップの握る強さを変えていただいた方がいいんです。それってムチと一緒で、こうやって振った時にタイミングよくポンポンポンってここに戻ってこれる強さで握るのがいいんです。例えば強かったら戻ってこれないですよね。弱かったら戻りすぎる。これってパターの重さとグリップの強さ、握る強さって比例してて、それがタイミングよく戻ってくる強さでこうやって握れてるかどうかなんですよ。ほら入ったそうなんで、これどっちかっていうとちょっと重めのヘッドバランスなんですよ。なのでグリップも若干強めに握ってます。でちゃんとインパクトでこうやって戻ってくる強さでまた入った握ってるんですよ。でこのグリップの強さってすごい重要で、例えば大きく構えて大きいストロークで打つんであれば、できればグリップは固めの方がいいです。固めというかしっかり握っておいた方がいいです。で手首もあまりゆるゆるにしない方がいいです。で昔のパターって結構軽いんですけど、軽いパターがお好きな方でしたら、スタンスもあまり大きく構えずにちっちゃめに構えて速いストロークでポンと打ってあげた方がいいですよ。グリップも若干どっちかというと5ぐらい真ん中ぐらい、あんまりギュッと握らないで、このパターの重みでパンと打ってあげられると、軽いパターなんかは球足が伸びやすいので、そういう使い分けをしてあげた方がいいですね。あとはピン型、マレット型って大きく2つに分かれると思うんですけども、マレット型大きい、こういうパターですね。こういうパターっていうのはなるべく大きいストロークでゆったりこうやって打ってあげた方がいいっていうイメージがあるので、そういう場合はグリップも多少しっかり、手首もあまりフリャフリャさせないで多少しっかり構えてあげて、その形のままずらさないで打つストロークの方が向いているかもしれないですよね。あとピン型なんかはどっちかというとちょっと職人っぽい感じなんで、ちっちゃく構えてパンと打つぐらいの感覚があった方がいいかなと思います。なんであまり固く握らないで、すごいフィーリングを出してボールに対して自分のパンチで打っていくようなイメージが多少あった方がいいですね。なんでグリップの握り方でストロークって変わります。これグリップの力が例えば弱すぎちゃうとかですね、なってくるとこういうお先のプライベートラウンドであれば OK もらえそうな距離でも、やっぱ競技だと打たないといけないですね。そういう場合にこういうところで例えば重いパターで緩いグリップしてると、こうやって緩んでこうやって外れちゃうんですよ。要はショットの振り遅れと一緒ですね。右行くあれと一緒で、こうやって開いて入ってきちゃうんですよ。なんでこう動いた分しっかりクラブがパンと動いてあげたら、ちゃんとフェースも開かないでカップまで運べるので、ここもちゃんと握ってあげてしっかりしたストロークで打ってあげる。ちゃんとヒットするってことが大事なんですよ。とにかくパターは撫でちゃダメなんです。ヒットさせないといけないので、撫でたら引っ掛けたりします。なんで撫でると引っ掛けるかというと、撫でるとこうやって体がカップに向かう確率がすごい高いんですよ。
ちゃんと軸を止めといてあげて、ボールに対してヘッドをパンってヒットしてあげる。この感覚ですよね。こういう風にちゃんとヒットしてあげる。これがすごい大事なので、ちゃんと打ってあげないといけないです。一打なので、打ちます必ず。撫でちゃダメです。なのでその感覚があった方がいいので、ある程度グリップっていうのは緩くしないで、しっかり握ってあげて、カップに対してヒットしてあげるっていうことがすごい大事になってきます。なのでそのグリップの握り方ですよね。で、クロスハンドってさっき言いましたけども、僕ちょっとごめんなさい、クロスハンドやったことないんでちょっとできないんです。ただ、ポイントとして、クロスハンドって、かっこ悪い証拠の構え、僕がやると、様にならないんですよ。こうやって構えて打つんで、このポジションに対して、ストロークするときにクロスハンドが、こうやってやっちゃったらダメなんですよ。クロスハンドにしてる意味がないんで、このアドレスのまま、こういう関係性を持って打ってあげる意識があった方がいいんです。それすごい大事ですね。なんでクロスハンドの場合はここまでしかちょっと多く語れないんですけども、ごめんなさい、なるべくこうやってやらないで左手の甲をカップに向けてストロークしてあげる、こういうイメージですね。こういうイメージがフォローするまであった方がいいと思います。それすごい大事ですよね。それはどんな握り方してもフォロースルーまで向けてあげるのは大事ですけども、特にクロスハンドの場合は左手が上に来てるんで、上っていうか覆いかぶさってきてるんで、なるべくこういうふうに甲をカップに出してあげるイメージがあった方がいいと思います。今回はですね、グリップの握り方についてちょっと解説していきました。コース行った時にですね、参考にいろいろ握り方を変えていただくのもいいかと思いますので、ちょっとトライしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。